小校特殊学級ではなく普通の学校に通わせることだもん。だが、じゃあこの問題分かる人。ダウン症である小校は知能の発達が他の子どもたちよりも遅く、授業についていけない。けれども翔子には他の子にはないものがあった。それは運動会での出来事。運動能力が劣り、いつも B だった翔子。しかしこの日は前を走っている子が転倒。翔子、いける、抜いて抜いて。ところが、転んでいた子を助けたのである。結局その時お像も B になってしまった。ああ、あのまま走ってたら B にならなかったのに。だってあの子がかわいそうやもん。助けることは彼女は未だにそうですけども、役目みたいな、自分より弱いものあんまりいないんじゃないですか。その中で自分より弱いものがいたらそれは助けるっていう、教えたわけでも何でもないんですけれども、本能的に。もともと翔子には人と争う勝ち負けの概念がない。